本日の聖書の箇所は出エジプト記32章1節から6節まで。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上がったそのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だ、と言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く、彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。藤波牧師にメッセージを取り継いでいただきます。ありがとうございます。神の深い恵みによって、エジプトの苦役から救い出されたイスラエルの民。彼らはエジプトの地で神の大いなる奇跡と不思議な力を自分たちの身をもって体験しました。足の海を前にしてパロの軍勢が彼らを滅ぼすために近づいてきたときに、火の稲妻が柱となって彼らを守りました。手を海に向かって差し伸べ、海を二つに分けよ。仰せられた神に命じられた通りに、モーセがそのように手を海に向かって差し伸べると、海が真っ二つに分かれるという劇的な奇跡を目の当たりにしました。そしてイスラエルの民は、分かれた海の乾いた底を渡り、反対側の土地に到着しました。渡り終えた瞬時に滝のように分かれていたあの海の壁が崩れて、彼らを追ってきたパロの軍勢が皆滅ぼされました。イスラエルの民は神の大いなる力を体験したのです。モーセを先頭に彼らはシナイ半島に導かれました。それは真の神を礼拝すること、その方法を教えるためでした。神の仰せに従い、モーセはシナイ山の頂に登り、そこで神と会いました。神はモーセに、イスラエルの民が礼拝するための戒めを与え、モーセに直接語られておられました。そして神はご自分の指で戒めを二つの石の板に書き記し、モーセに授けられたのです。万物を創造された真の神を礼拝する神の基準とは、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し、
偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人のものを欲しがってはならない。一方、イスラエルの民はシナイ山のふもとの不毛の地でキャンプしていました。モーセはいつになっても頂上から降りてこない。こんな荒野で俺たちは何をしている。不平を言う者が現れました。いつになってもモーセが現れない。もうこれ以上我慢できなくなり、堪忍袋の帯が切れました。彼らは荒野で置き去りにされたような気持ちに駆られ、精神的に不安を解消するために自分たちのやり方で独自の礼拝にそれていきました。出エジプト記32章の1節から6節はその場面です。廃墟の根本的な意味は何々から離れるという意味です。神の願いに背き、信仰を捨て去るということなんです。廃墟は不信者の同義語ではありません。信者にも不信者にも当てはまるものなんです。ですから廃墟は従順の反語です。イスラエルの民の間にいた廃墟者たちはモーセの働きを通して神を信じたエジプト人とも考えられますけれども、神を信じていたイスラエルの人たちだったのです。というのは聖書は繰り返し神の民と強調しているからです。シナイ山のふもとでいたイスラエルの大多数が出エジプトの際に救われた人たちだったんです。彼らは脱出の際にエジプト人からもらった金品を集めて、その金で子牛の像を作り拝んだのです。このことは後々のイスラエルの歴史に本当に暗い影を残しました。最初の人がエデンの園で廃墟をしたあの時のことを思い出します。金の子牛を拝む、この話は私たちに何を教えているのでしょうか。私たちもイスラエルの民同様、彼らをエジプトから贖われた主なる神を信じるものです。しかし神に信頼しているかどうか、神に従順であるかどうかは別問題です。待つということは難しくありませんか。パンデミックの影響で極地に立たされたときに、神の時を待つことを選びますか。人は誰でも待つことを学ばなければなりません。待つという言葉には信頼する、すなわち信仰の意味が含まれているからなんです。親を信頼するということをまず幼い子供は学ばなければなりません。それが父母を敬うこと、そして神に信頼する助けにつながるからなんです。一節に、民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、書かれてあります。この手間取っていると思ったのはイスラエルの民の勝手な思い込みです。モーセが遅らせたのではありません。神のタイムテーブルにモーセは従っていたのです。もう待てない、
堪忍袋の緒が切れたんだ。もう待てない。おそらく民は主の栄光が山の頂で燃え上がる火のように見えたので、モーセが火によって撃たれたのだと思ったのです。それで民は何をしたか。神の代わりに新しい神々、金の子牛の像を拝むことにしたのです。それと新しい契約を結んだんです。契約の暁には私たちの願い事を聞いてください。彼らは誠の神の指示を待たなかったんです。そして彼らはモーセに代わる新しいリーダーを選ぶことにしたんです。おそらくモーセに不満を抱いていた人たちがいたのでしょう。モーセを捨ててアロンをリーダーに立てたのです。彼らの誠の神に対する態度、指導者であるモーセに対する態度は大変浅はかなものでありました。今ではオンラインショッピングセンターがもう当たり前のようになりました。もうところ構わずその場で感じたニーズをすぐに検索してクリック一つで購入することができるようになりました。デジタル社会に生きる私たちにとって待つということは不利なことだという考え方が身についてきているのではないかと思います。コロナ禍が収束してポストコロナ禍の幕開けが現実になった時に、オンライン礼拝が自分にとって都合が良いというか慣れてしまって、わざわざ礼拝堂に出向いて一緒に集まって神を礼拝することはかえって面倒くさいというような考えるようなことにならないかどうか。デジタル社会生活に慣れる前に、今から本当の礼拝の意味を見直す必要があります。昨年の暮れに私たちの教会は今年のテーマを礼拝と選んだことは、これは大変賢明な選択であったと思います。さて、イスラエルの民は自分たちの都合に合った神を作りました。誠の神に代わる目に見える偶像崇拝というものは、目に見えない心の中から始まるんです。現在の思考トレンドは Felt Needs、 思いつきで感じるニーズに応えてくれるものを求めることです。思いつきのニーズを満足させることが無意識のうちに私たちのライフスタイルになると、偶像崇拝の罠にかかります。自分のフェルトニーズをベースに礼拝を考えているならば、イスラエルの民と同じ過ちを犯してしまいます。目先のものに心が奪われて、それを得るために人生で最も大切なものを犠牲にしてしまうことになりかねません。イスラエルの民の場合、自分たちのニーズが何であるか彼らは知りませんでした。彼らは自分たちが必要なものは目に見える神だと思っていたのでした。しかし彼らにとって最も必要だったことは、力強い御手によってエジプトから救い出してくださった万物の創造主なる神への信仰、この方への信頼だったんです。神が共におられることを信じない、目に見える形で現れたら信じるという考え方です。これが偶像崇拝につながるんです。彼らは
アロンのところに来て、さあさあ私たちに先立っていく神々というのが原点の言葉です。複数形なんです。神々を作ってください。あらゆる神々を祀る祭壇のために金の子牛を作るように彼らは求めたんです。どこからこんな発想が生まれてきたんでしょう。エジプト時代に覚えたエジプトの神々の絵の崇拝からなんです。しかしアロンは最初の大祭司と任命されていたのに偶像を作ったとは何たることかと思われるかもしれませんけれども、私たちも注意していなければ目先のニーズを保守するあまりに神に代わるものを作ってしまう可能性があることをわきまえておく必要があります。4節にのみで形を作って鋳物の子牛にしたとあります。イスラエルよ、これがあなたをエジプトから連れ上がったあなたの神だと。古代エジプトの神々の一つアピス、お牛の神あります。このお牛の神は古代エジプトの宗教のシンボルでした。エジプトの神はお牛にまたがると見ていたんです。古代中東に住む民族はお牛やまた子牛を神として見ていました。5節から6節に、明日は主への祭りであると。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れたとあります。エジプトの繁殖の神、農産物の神、太陽の神ラー一体になった神オシリスをエジプト人が拝むやり方で彼らは取り入れたんです。座ると食べて飲む、そして立って戯れる、この太陽の神を崇拝するやり方を取り入れたんです。戯れるというのは胸の悪くなるような非常に野蛮な行動、淫乱に満ちた性的不貧困のことです。彼らは酒に酔いしれて道徳的感覚を失い、肉の欲望をさらけ出したんです。イスラエルの民のために取りなす責任を担っていたアロンは彼らの計画を容認しました。後に自分の過ちが神に対する罪であるということを認めずに民にその責任をなすりつけて彼らを非難しました。最初の人アダムも自分の罪を認めずに妻に責任をなしぶつけて非難しました。責任転嫁する人間の罪深い性質がここでも現れています。神の願いはモーセに告げられた祭壇で民が礼拝を捧げることでした。神の願いはご自分の民と共にいることでした。神の願いは神が示された仕方で祝うことでした。喜び祝うことでした。神の願いはアロンではなくてモーセが民を導くことでした。ところが彼らは神の指示を待つことができず、苛立ちと焦りで自分たちの都合の良いやり方で神でない神を作って罪に飲み込まれてしまいました。子牛の像を作ってはいませんか。目先のものに心が奪われて神の御心が何であるかを求めずに神に従わずに自分本位のやり方で神に代わるものを作っていませんか。ヤコブの手紙4章7節に、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、
そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。神があなた方に近づいてくださいます。このように勧告されています。新型コロナウイルスの感染拡大が私たち社会のすべての分野に影響を与えています。ですから今こそ神に信頼して神の時を待つ時です。経済問題、生活問題、家庭内問題、人間関係の問題などで心が苛立ってはいませんか？イライラしてませんか？先行きが見えなくなるときに、イスラエルの民のように心が不安定になります。そして、神を待つことは無駄だと。私たちの肩越しから悪魔のささやきが聞こえる。待つ必要ない。自分の思い通りにすればよい。これさえあればあなたのニーズは満たされるよ。これさえできれば満足できるよ。とささやく声に聞き惚れると、目の前にあるものがいかにもおいしく見えるんです。そこから逃げよ。走って逃げよ。一目散に逃げよ。聖霊が語られておられるのに、その声を無視して、実においしく見えるものを取って食べる。今、あなたを追い立てているものは何ですか？あなたの人生で、その状況、事情から逃げなければならないものは何ですか？神の御心に背くことが分かっていながら、それがおいしく見えていませんか？そこから自由にされるために逃げなければいけないことが、そんなものありますか？神よりも大切にしているものはないですか？神の助けを待たずに、神の代わりにしようとしているものがあるでしょうか？性的誘惑、物質主義、暮らし向きの自慢、悪い欲望、そのようなものから逃げましょう。罠を見破り、罠にかかる前に、振り向かずに走って逃げましょう。神に助けを求めることを忘れて、神に祈り待つことができずに、目の前のものに心が奪われて、心を騒がせて、イライラして、ついには堪忍袋の尾が切れたときは、もうすでに罠にかかっているんです。イスラエルの民は自分たちがまいた種を刈り取らなければなりませんでした。彼らの選んだことはあまりにも醜く、後の世代に大きな打撃を与えるものだったために、悔い改めなかった者たち3000人の上に神の怒りがのしかかり、滅ぼされてしまいました。いえ、私にはそんなことは起こりえません。起こりえます。誰にでも起こりえます。だからこそ、イスラエルの民の過ちを通して、主なる神が私たちに警告されているんです。蛇を観察してください。獲物をじっと見据えて動かず、獲物が射程距離に入るまでじっと忍耐深く待ち続けているんです。それを知らない動物は安心して近づいた途端に一撃必殺食らうんです。
賢い動物はその場から急いで逃げるんです。私たちの敵は狡猾であることを思い出してください。神に栄光を表すことができないように巧みに近づき罠を仕掛けます。神に信頼することを軽んじるならば、神の指示を待つことを軽んじるならば、その罠にかかります。私たちが神の御国に入るまで戦いは続くんです。しかし敵に勝利された主イエス・キリストが私たちの兄上ではありませんか。主イエスが十字架に貼り付けにされた時、主のお心にあなたの名前が刻まれていたことを思い出してください。だからこそ神と常に交わりを保ち、夜更かしせずに休息を十分取り、正しい人間関係を守り、神の働きに参加する、常に喜びと感謝の態度を持ち、聖霊に支配されるように、私たち自身を神に捧げるのです。堪忍袋を捨てて主が待てと呼ばれば待つ、主がそれは罠だと逃げよと呼ばわれば、主の身腕の中に全速力で逃げる。どのような状況下であろうとも、主なる神の身腕の中が一番安心できるんです。しばらく黙祷します。